船橋市場通りのマクドナルドさんオープンしたみたいですね。いつオープンだったんだろう。わかりました、ありがとうございます。おはようございます。11月9日木曜日ですね。現在の時刻昼の2時を回ったところです。夜勤明けのんびりスタート。今日は船橋の方で用事がありまして、夜勤明け仮眠取った後にフードデリバリーやりながら船橋向かって、それを終わらせた後今ピックアップ完了したのが大田屋ご飯どころ船橋フェイスビル店さん芝山行きですね。分単価29円あります。2時20分大戸屋さんの配達完了しまして、次は決まっておりません。で、今の配達の分単価が29円おっとなってる。これはちょっと安い。まあそこまでひどくはない。行っちゃいましょうか。呼んでくれたのはマクドナルド船橋狭間店さん、分単価は26円です。はい、ありがとうございます。お預かりします。行ってきます。ピックアップ完了しました。お届け先は駿河台方面です。で、先ほど船橋に向かいながらフードデリバリーやってたという話はしたんですけれども、その間に出前館は2件、ウーバーさん4件配達してます。だいたい11時過ぎくらいからオンラインにしてたんですけれども、で、その間のウーバーさんの報酬レート、だいたい分単価で26円から29円出してくれてました。で、先ほどの大戸屋さんが分単価29円、今回のマクドナルドさんが26円ということで、そこまで悪くない報酬レート今日は出してくれてますね。これくらい出してくれれば、まあ心臓を捧げるまではいきませんが、ある程度忠誠心持って働けますね。追加オファー、まあ2時台なんで行っちゃいましょうか。分単価20円は切ってますけれども、配達完了しまして、お次呼んでくれたのも同じマクドナルド船橋狭間店さん、最初シングルで呼んでくれた時の分単価は28円で、同じマクドナルドさんから追加オファーも受けまして、1店舗ダブルの形です。はい、ありがとうございます。はい、お預かりします。先ほどのマクドナルドさんの配達完了から25分間が空いてしまいましたが、出前館がようやく呼んでくれました。某すき家さんです。こんにちは、出前館です。はい、はい、30分ちょっと無音いただいてしまいまして、時刻4時台に入っております。出前館が鳴ってくれました。某ホットモットさんです。配達完了しまして、お次も出前館がじゅずってくれました。某日高屋さんです。ピックドロップともにちょっと距離があって、お届け先周りにあまり加盟店がないところという形なんですけれども、あまり今日なりがよろしくないですし、普段から4時台あまりならない、で報酬一応800円台出してくれてるんで行くことにしました。こんばんは、出前館です。日高屋さんの配達完了しました。で、出前館のアプリのメモ欄にですね、インターホンを押そうがノックしようがなかなか出てこないというふうに書いてあったんですが、実際に出てきませんでした。はい、扉の前に着いてから結局お渡し完了するまでに7、8分経ちましたかね。何考えてるんでしょうか。んで、すごいやからみたいなの出てくるのかなと思ったら、結構普通の人が出てきたんですが、まあ仕方がないです。で、次ジュズってくれてます。また出前館で某すき家さんです。はい、お預かりします。すき家さんの配達完了しまして、時刻5時半回ってきました。夜ピークに差し掛かってきているところです。
ここからはですね、出前館一度オフラインにして Uber さんだけでやってみようかと思います。ちょっとね、 Uber さんの動向を知りたいもので、ちょっと遠いけど分単価25、6円はありますね。行っちゃいましょう。というわけで呼んでくれましたが、5時46分ということで16分間が空いてしまいました。 Uber さんなかなか鳴ってくれません。呼んでくれたのは PPDDW、 1店舗目がピザーラスタイル奈良市の100円台店さん、2店舗目がマックスバリュー奈良市の台店さんです。こんばんは。はい、 Uber で、ピザーラさんのピックアップ完了しまして、マックスバリューさんに向かいます。今回の案件ダブルなんですけど、分単価25円ということで、今日は結構普通にいい報酬出してくれてるみたいですね。今日はっていうのはね、昨日報酬ウーバーさん安かったんですよね。お願いします。はい、ありがとうございます。お預かりします。マックスバリューさんも受け取りまして、ダブルピック完了です。最終お届け先は松ヶ丘方面で、昨日も一昨日も夜勤と夜勤の間に稼働はしておりました。動画は作ってないんですけれども、一昨日はね、昼に雨クエ出てまして、雨降ってなかったんですけどね、その時間だけ稼働して、あとはぐったり寝ておりました。昨日はね、あと一晩夜勤を終わらせれば休みだということで、がっつり9時間ちょっとやりましたかね。で、昨日の報酬安かったんですよね。安かったというのは Uber さんの報酬なんですけれども、その安い昨日の Uber さんの報酬、オファー画面スクショが撮ってあるんで、いくつか並べてみましょうか。こんな感じです。こういった感じで大半のオファーが分単価でいうと20円から23円の安いものばかり、とてもじゃないけど行きたくないよということで、出前館ばっかり配達してほとんど断ってしまったんですけれども、 Uber さんここ3週間水曜日激安報酬続いてるような気がしますね。今日の方がね、よっぽど配達員の数余ってそうな、注文が全然少ないような気がするんですよね、鳴りが悪いから。ただ報酬レートで言うと今日の方が良くて、昨日は激安ということで、まあたまたまかもしれないですけどね、僕のいる場所が今日は悪くて昨日は良かった、そんな可能性もありますけど、まあ Uber さんがね、昨日の方が設定下げてたんじゃないかななんていう気はしてます。配達員と注文の需要と供給のバランスで決めてたんじゃないんじゃないかなというふうに。まあ何にしてもね、実際の報酬の出し方、いつ安いなんていうのは Uber さんにしかわからない、我々配達員にはわからないんですけれども、激安報酬が1回飛んでくる日って、まあ、大体1日安い日なんですよね。なんで配達始めてみて、最初の 2,3 回オファーを見て、今日は安すぎるなと思ったら、他の出前館とかやって対応してみるといいのかなというふうには思いますけれども。はい、分単価結構いいですね。行っちゃいましょう。お次呼んでくれてるのは松屋北奈良篠店さん、分単価は30円超えてます。まもなく到着です。はい、そうです。はい、ありがとうございます。お預かりします。分単価30円、行きましょう。松屋さんの配達完了から15分待ちですね。呼んでくれたのはガスト船橋日大前店さんです。ありがとうございます。お預かりします。7時16分ガストさんの配達完了しました。鳴ってる鳴ってる、まあまあかな、行っちゃいましょう。これもはい、オファーが飛んできてくれまして、話が途中になってしまいましたが、7時16分にガストさんの配達完了、ピック待ちが10分近くあった影響で、最終的には見積もりより6分ぐらい多くかかって配達完了してます。調整金80円だけつきまして543円、だいたい21分かかって543円なんで、ちょっとあまり美味しくなくなってしまいました。
で今結局ね10分近くピック待ちしてる間に追加オファー一件も飛んでこないということで、やはりなりはそんな良くないんですよね。報酬レートは高いんですけど、やっぱね需要と供給のバランスで決まってはないんじゃないかなという気がしてます。でもって今の配達で今日の売り上げようやく1万円に到達です。オフラインにしてた時間除くとかかった時間が7時間46分かな、結構かかってしまいました。で次呼んでくれてます餃子の王将八千代店さん、分単価は29円です。はい、ありがとうございます。お預かりします。餃子の王将さんでも10分のピック待ち発生してしまいました。まあピークタイム忙しいんでしょうからしょうがないんですけれども、やはりその間に追加オファー一件も飛んできませんでした。今日は報酬はいいけど注文は少ない日。7時42分配達完了しました。調整金100円ちょっとついて687円報酬になりました。でもって次は決まっておりません。やはり今日はなりが悪い。まあ夜勤明けでね、明日明後日が本番だって考えてるんで別にいいんですけど、のんびり稼働を決め込んでるということで、もうちょっとなってくれてもいいかなっていう感じではあります。まもなく8時になろうかという時間帯で夜ピークも終わり、ウーバーさんのなりもいまいちということでダブルオンラインに戻しました。ですぐに出前館が呼んでくれてます。某唐揚げ屋さんです。はい、合ってます。お願いします。はい、ありがとうございます。お預かりします。全然ならないけど分単価いいんだよね。20分ちょっと間空きまして8時26分呼んでくれました。マクドナルド296八千代パルル店さん。はい、ありがとうございます。あれが出ないの。8時36分マクドナルドさんの配達完了しました。オファー画面のスクショを取り忘れちゃったんですけど、今回の案件が14分で460円超えの報酬ということで、分単価で考えると33円くらいあるんですよね。全然ならないんですけど報酬高いと。まあでもここはね、素直にウーバーさんありがとうと言っていいところなんじゃないかと思います。ただね、ありがとうじゃないのもあるんですよ。昨日実はウーバーさんの今までの配達件数2万件に到達したんですけれども、まあウーバーさんからそれをお祝いするの、お祝いなのかな、メールが届いておりました。届いていたメールの内容はまずアニメーションで2万という数字で、その下にさあ配達パートナーの花道へどうぞという大きな文字の意味不明な日本語が続いた後に、配達2万回の達成は素晴らしい功績ですというふうに続くんですけれども、こんななんかお祝いの言葉だけじゃなくて、なんかクーポンでもいいし安くてもいいから報酬欲しかったかなみたいなね、そんな風に思ってしまうんですが、でさらにね、その下に配達を検索するっていうリンクのボタンがあるんですけど、押すとエラーというか URL が存在しないっていうね、雑だなっていう感じです。お次は出前館が呼んでくれました。某とんかつ屋さん、ピックアップ向かいます。あ、こちらです。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。お預かりします。配達完了してすぐに次も出前館が呼んでくれました。某すき屋さんです。こんばんは、出前館です。分単価31円。お次は9時23分です。マクドナルド296八千代パルル店さん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お預かりします。9時34分マクドナルドさんの配達完了しました。で次は決まっておりませんし、夜勤明けだいぶ疲れも溜まってきました。
明日明後日本番ということで、もうちょっと流してならないようなら今日の稼働は終了しようかと思います。本当はがっつりやりたいんですけどね。そろそろね、新しいデリバリーバッグも買いたいし、防寒具も欲しくなってきましたね。はい、まあ明日明後日頑張れば買えるかな。はい、鳴りやんでおりますので今日の稼働はここで終了したいと思います。明日明後日が本番です。では簡単に結果発表いきます。今日のオンライン時間が10時間10分、途中で用事なんかあって抜けた時間を除くと10時間10分です。走行距離が109キロ、出前館が9件、9件乗って6100円、 Uber Eats が15件で7591円ということで、合わせて1万3100円くらいかな。しょぼめ。2つ合わせた売り上げ1万3600円くらいですね。計算間違いでした。で、明日は早く起きて都内に出る予定です。どこ行くかはこれから考えます。とりあえず今日はね、初歩目、まあ、10時間ちょっと稼働して1万3000円じゃねっていうところはあるんですけれども、まあ鳴りも悪かったし、 Uber さん報酬良かったからこれでもまともになった方ですね。これで分単価激安だったら1万円くらいしかいかなかったんじゃないでしょうか。とりあえずは Uber さん今日はありがとうございましたということで、まあ来週とかもね、やっぱ週半ば平日火曜日水曜日くらいが、分単価低い、報酬が安いようであれば出前館中心、後の日上がってきたらウーバーさん中心、そんな具合にやっていこうかなと思います。まあクエストとのバランスにもよるんですけどね、当たりが出るか出ないかで大違い。それでは今日はここまでです。おやすみなさい。